マリピロチャンネル。クラリネット奏者に一問一答。お願いします。お願いします。プロフィールを概要欄の方に、はい、そうだね、載せさせていただいてますので、ぜひご確認お願いいたします。はい、では。いつ音楽を始めましたか？幼稚園の頃に課外音楽教室に通ってたので。ピアノで？なんか基礎コースっていうか、なんかリトミックみたいな感じかな、歌って踊ってオルガン弾いてみたいなコースに入ったのが多分4歳。いつクラリネットを始めましたか？中学に入って、吹奏楽部に入部して始めた。ピアノは弾けますか？ピアノは一応弾けます。最盛期はショパンのエチュードまで頑張った。すごいじゃん。本番は緊張しますか？する。弾けないフレーズがあった時の練習法は？よく遊んでいた遊びは？バドミントン。唯一できたスポーツ。他の楽器に絶対負けないところは？音色かな。素敵な音色ですよね。クラリネット、音色が命です。はい、なぜクラリネットをやっていると思いますか？時に先生に言われて、希望クラリネットで出してたんだけど、偶然ね、そのまま当てがわれたから、マジやってる、じゃあその時はもうなんかあんまり、疑いもなくスーッと入ってた感じ。スーッと。楽しいところは？全部楽しいけど全部大変。難しいね。でもそれすごいさ、正解かもね。大変なところは？リードかな。でも大声の人に怒られそうだよね。もうダブルリード奏者、大声ファゴットの人は、まあ大体自分で作って。クラリネットは買う？買う。さっきリードのリードすごい付け替えて聞かせてもらったんですけども、やっぱマレットを変えたみたいに音色のなんか重い軽いみたいなのがすごい、初めてすごい実感っていうか、分かったみたいな感じで。リード大事。そう、こんな近くで説明を受けながら聞いたのすごいよく分かって、楽しかったです。いつも何個ぐらい、何本ぐらい弱とか。でも実際にリハーサルとか本番で使ってるのは2、3本とか。よく使う譜表は？トン譜表ってこと？でも定管だから、トーン記号を使ってるけど、棋譜通りにドレミファソラシドって吹いたらシドレミファソラシが出ちゃうってこと。そうだよね。そう。だからトーン記号、基本的にはトーン記号。そう、バスクラリネットであってもトーン記号が基本。読み方で言うんだったら、米管の場合は私はテノール譜表で読んじゃう。読まないと私が吹けなくて、絶対音感のせいでちょっと、ずれてね、そう、融通が効かなくて、クラリネットを習い始めた当時、どうしようもなかったので、テノール譜表も知らないうちに、テノール譜表の読み方を覚えた。なるほどね。じゃあそれをもう、トーン記号でのドって読まずに、それがもう知って見えるように読んでるってことですね。そう、いろんな人がいる。私が演奏するときは実際に鳴る音を読むよ。米管だったらテノール譜表、アー管だったらソプラノ譜表を読むし、
そうです、今苦しんでる皆さんよければいやどうなるかな、これをあの説明すると、君頭おかしいんじゃないって、でも分かる、分かるかも、こういう人はプラネットに向いてるかも。元気ない、好きならいいんじゃないと、でも私小学校4年生の時にやってましたけど、全然向いてなかったです。あ自分向いてないと 思ったらそうか、なんか顎しっかりしてた方がいいとかね、下がなんか長すぎるとちょっとタンニングするの、発音、早い発音が大変とか、もしかしたらそういうのはね、その体格骨格の問題は ね多分。なるほど。クラリネットをやる上で絶対にできた方がいい、または必要なことは、運動力ですね。職業病はこれとか、あちょっと見せてもらってもいいですか、右の、ここにとか気をこあの見せるところが、これだと思った、ま、あの人によってなんかね、すごい、私ならこの鎖骨ぷよぷよが、ぷよぷよなの、たまにだっ、おーほほほほ、たまに脱皮する私もね、ここがそれなんだよね、私はちょっと硬めだけど、そんなにないけど、あ、何これ触り合い演奏していない時でも気をつけていることは、気をつけてないかな、学生の時はもっとストイックに、なんか常にノカノカとか考えなきゃって、今はなんかあのもうちょっと余裕を持って通り越してちょっとだらけするバランスかな、大事ですね、体のケアは、ちょっと演奏する前に準備運動的な、ちょっとね、マッサージしたりとかは、ちょっと伸ばしたりとか、今までにあったハプニングは、仕事 あのリハーサルに行って楽器ケースを開けたら、ベルが入ってなかったことがあって、ベルだけ、ベルだけお家に忘れたことはあって、でたまたま米管しか使わないリハーサルで、後輩がアーカンとベーカンをね両方持ってきてくれてて、でアーカンとまあハマるんだよね、そうなんだ、から後輩のアーカンのベロを取れたことがある、同じ楽器をやっている人、興味のある方に向けて一言お願いします。クラリネットは大変だけど、あの手をかければそれだけ答えてくれるので頑張りましょうはい、ありがとうございました。鶴山まどかさん。